ロマサガーレースやっていきますということで、やっぱロマサガーレースはね、配布が多くていいですね。ロックブーケ編をめちゃくちゃ追いかけても、石がたくさんね、すぐ復活するっていう。いつからかわかんないけど、制圧戦ね、やってても、なんかフリークエストの経験値を触れる、レベルを上げられるなんか要素ができてて、それも素晴らしいです。むしろなんかフリークエスト周回するよりもなんか、レベル上がってる気がする。もうなんか5箇所くらいレベル99にできましたもん。さあ、ビューネー編やっていきましょう。もうビューネーもね、もう3年前くらいのスタイルしか持ってないんで。今ビューネーもあれですからね、もう倉庫版ですから。レベルすら上げてないですもん。ドット絵いいですね。まあ4点かな。タチアナのドット絵。タチアナの中では1枚いいかもね、3点。シャール。まるでシャールとは思えないくらいかっこいいですね。まあでも3点かな。いやもう最近この人多いね。まあイラストが早いんでしょうね。多分 AI だと思うんだけどな。まあ4点。タチアナ、イラストは2点。シャールのいる、この人も多いよね。この人は AI じゃなさそうなんですけどね。多いよね、すごいよね。まあ3点かな。4点つけてもいいくらいの3点。まあ性能はね、引けたら見るっていう感じでいこうと思います。さあ行きましょう。280連爆死以降ね、課金しなくなっているものガチャルールはマックス30連でね、何かしらのフェスキャラ出たらもうそこで終わりっていうルールです。さあ、10連目いきます。お演出が久しぶりの、ロマサガ演出。一瞬なんかやばい演出来たかと思ったよ。ただこれはもう 100% は来ないですね。もう連打。さあ、20連目です。せめてカニでお願いしますって言おうと思ったらカニでした。ああ、惜しい。ピコーンなかったからね。きついね。びっくりした。ロックブーケ編じゃないと分かっていてもね、びっくりしました。一番最初の、もう使うこともなかったロックブーケ。いや、厳しいですね。ラスト30年目です。まあ、今更だけどね、ロックブーケね、天井できたね。まさかあの短い期間で天井分してくれると思ってなかったな。せめてピックアップないでお願いします。はい、爆死。久しぶりに何にも出なかったっすね。いやー、ビューネーとはちょっと縁がないっすね。今、ビューネー自分グループ2にいますからね。育成しなくてもいいグループ。まあでも別に周回に関してはね、メロトセロイドね、ダンタークさん持ってるんで。まあなんかあんまり何も出なかったっすけど、なんかショックはあんまりないかな。そんな感じで、ビューネー編は別に追いかけることないと思います。100% これで終わりです。諦めます。ただビューネー編31日もあるんすね。ビューネー好きな人だったら余裕で天井できるんで、自分みたいには即交換所で交換しない方がいいと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。